この真実を確かめるべく調査をするあなたに椿賞だ。いらねえ。決まりだね。散髪屋でお待ちしますよ。よし、今の報酬ってことかな。でも続いとんやったらそっちに行った方がいいんかな。気になるよね。いや、まあでもとりあえずオロさんの方にも行くか。アイナさん、こちらをご覧ください。それはもう穴が開くほどにポケモンを模したような文様。自分は文字だと考えました。いわゆる象形文字ですね。各地の遺跡を調べ、こう記してあるのではないかと。ん？善なる神のかけら、勇気ある者はポケモンと心を通わせ、かけらのありかを探し出した。あれやね、なんか、こう書いてあるのではないかとって予想で読む割にはめちゃくちゃしっかりした文章なんやね。善なる神、かけら、かけら？善なる神、宇宙の創造神、その名は、アルセウス。アルセウスという名前はご存知ですよね。アルセウスフォンがあるからね。さすが翡翠地方を救った英雄。そして欠片というのは、プレートですね。アイラさんがキングを沈めたりした時に手に入れたもの。裏側に文字が刻まれています。どうぞ、読んでみてください。アユナはプレートの裏側に刻まれている文字を読んでみた。宇宙生まれる前、そのもの一人呼吸する。刻まれているそのものがアルセウスというポケモンなのです。そういえばそっか。何やった？パルキアと、あれ。パルキアと、あれ。あの2体は出てきたけど、アルセウス、ね、今回のタイトルにもなったら、アルセウスとやらは全く出てきてないよね。それもクリア後の要素ってこと？アイナさん、すべてのプレートを集めましょう。ほう。心当たりがあります。険し林の奥に向かうとしましょう。おう。さあ、それじゃあ、ちょいと私、険し林の奥に向かうのではなく、ほとぶき村に戻ろうかな。あ、ねえねえ、捕まえたよ。よしよし、レベルの差がすげえ。そしてね、親分ポケモン捕まえた時はさ、たった1体でもめちゃくちゃ金額いくんよね。嬉しい。カラサリスもすでに完成しとる。大々大発生の時ってもうあっという間に図鑑完成するんじゃない？ほら、ポニータも完成したし。やった。いい感じ、いい感じ。あ、一旦村に戻ります。ちょいとね、美容室に。もう来とるやん、早いな。どうも。あゆな、ゆうがおさんが待ってるよ。ほら、上がって。うわあ、すげえな。壁あんな感じになっとったっけ。聞いたよ。大発生の話。私はポケモンのお祭りだと思うんだ。城都地方出身のお客さんが教えてくれたけど、ピッピは満月の夜に集まっては舞うんだって。城都地方。初めて出てきたんじゃない？この世界で。違うっけ？何かの条件でポケモンが集まる大発生となんだか似てない？ピッピが集まるっていうのはお月見山のやつ？つまり大発生はポケモンが豪雨を楽しむお祭りなんだよ。いやでもあれか、お月見山は関東地方か。一番最初よね、ポケモン。お祭り？そうかな。ひなつ、他にも何か知ってそうだね。うん、混合団の友達がおかしなことを言っていたんだ。なんと、グレンの湿地で親分の大量発生を見たって。親分の大量発生、やばいな、それは。でもさ、親分が何匹も集まる？見間違いじゃないの？親分っていうのは子分を率いるものじゃないの？親分、何？集会？
親分の大量発生、大大大発生だとすると危険な香りだね。こんな親分の大量発生なんて峠クイーンでも相手できないよ。わからないことは心配になります。だからアユナが調査するのでしょ。みんなの不安を取り除くためにも。そうだね。それじゃあグレンの湿地で大大大発生の調査だよ。サブ任務97、グレンの湿地大大大発生の調査。なんかあれだね、なんとなくクリア後にこう始まるサブ任務の方がなんか流れるようにめっちゃストーリー性があるね。グレンの湿地へ調査に行くよ。準備はできたかい？はいはい、オッケーです。いいね。それじゃあ大大発生を調べるため、湿地ベースに向かおうか。また豪雨だ。次は親分たち？グレンの湿地でも大発生が起きたようだね。黒曜の原野の大発生と同じなのか、それとも違うのか調べないでたよね。やあやあ、椿が長谷さんじましたよ。呼んでないんだけど。呼んだの？どうしたの？呼んでなかった。なんでも大発生とかいう現象の調査をしているとか。椿には謎は解けています。あとは証拠集めですね。ほんと？椿やるじゃないか。豪雨でのポケモン集結なる不思議な現象。そのわけは、気になる。椿を称えるためだと。何言ってんだ。うわぁ、冷たい風まで吹いてきた。二人とも呆れないで。めっちゃ白目。にわかには信じがたいだろうが、関の兄貴の影になり、ひな壇になり、混合団を支える椿の凄さ。ポケモンたちは分かっているのだよ。いやぁ、この真実を確かめるべく、調査をするあなたに椿賞だ。いらねぇ。受け取りたまえ。シイでも珍しい、バンジの実という木の実だよ。バンジの実？ポケモンに食べさせると HP が最大 HP の半分ほど回復する。苦い味が苦手な野生ポケモンが食べるとしばし動けなくなる。豪雨で発生しているらしいのは、椿が水も滴るいい男へというのをポケモンなりに表しているのだね。いやいやいや、続けるな。それでは失礼しますよ。ゴンベが何か言いたそう。幼い時は引っ込み思案だったのに、ある日席のために頑張るって、前向きになったのは嬉しいけれど、ちょいと前を向きすぎたようだね。バンジの実、どこで見つけたんだか。なんだ、なんか深い意味があるの？てか、幼馴染君たち。あ、ゴンベ、あんたバンジの実を食べたの？お、ゴンベにバンジの実を5個食べられた。苦いのは平気？何？どうした？大丈夫か？なんだい？あんたの知られた地図。またゴンベにこうしたようだけど。大発生？あれ、今回は、ポケモンがわかる。全員持ってんな。え、多分。でも、親分なら欲しい。普通に。チュリネってなんか、図鑑のサブクエなかったっけ？ん？大発生の場所だけでなく、ポケモンも記されているよね。便利。どういうこと、ゴンベ？ゴンヌ。大発生とバンジの実。大発生が起きているとき、夜のゴンベにバンジの実を与えると、大量発生したポケモンの種類がわかります。え、マジでめっちゃ便利。え、何のマークあれ？なんか、ね、キラキラっぽいマークと、え、何あれ？実？なんか、木の実のマークみたいなのもついてるけど。ポケモンアイコンが輝いている場所は特別な大量発生の目印です。中でも木の実アイコン付きの大量発生は、バンジュの実が手に入る可能性、あ、なるほど。があります。大発生の調査に役立てましょう。バンジュの実を食べさせれば何かわかるってことだよね。え、じゃあこれさ、サブ系が終わった後とかも、普段からゴンベにバンジュの実を
与えられるってこと？ゴンベ、あんたは一体何を伝えようとしているんだい？とにかく黒曜のゲニアと比べるためにグレンの湿地での大々大発生も3カ所調査しようか。了解です。何やったっけ、とりあえず、あ、そう、とりあえず、じゃ任務リストでさ、あ、ほら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 、チェリム。え？チェリム？チュリネ、違う。全然違ったわ、名前。くそ。ゴースか。ゴースの図鑑を完成。いけるぞ。これ、ゴースのとこ行って、完成させよう、図鑑。よっしゃー。よっ。よし。おー、2体。もうね、つづぎりで一発やけんね。こんなに明るくても君ら出てくるんかよ。OK, OK。ふう、あと2カ所。さあ、あと2カ所どこ行こうかな。林ガメ。林ガメ？林ガメってゲットしてなかった気がしてきた。ゲットしてなかったかな。とりあえず1体捕まえてみよう。間違えた。おお、近寄ってきた。かわいい。かわいい。どう？林ガメ。やった！なんかでかいの来た。あれは？進化系？親分？じゃないね。目赤くないね。ってことは進化系か。え、捕まえたい、捕まえたい。土台とす欲しい。めっちゃ欲しいけん。あーえ、危険、危険、危険。ステミタックルしたら確実に死ぬよね。マッハパンチぐらい？うわ、全然やん。これはこれで全然やん。ちょ、待って、ポケモン変えよう。どうしようかな。雪の、もう効果抜群やったら死ぬかな。え、でもレベル的には微妙やね。とりあえずこの辺で行こっか。ウッドハンマー。ああ！めっちゃギリギリ。超ギリギリ。何ぶちかましって。よし。ハイパーボール。さあ、来い来い。出るんかーい。マジで出るなよ。あー、やっつけたー。やめてよー、やめてよー。ええ、まだいるんですけど。痛い。え、今なんか出てきた。あそこに誰か人がいる？やった！ドダイトス捕まえた！イエーイ！イエーイ！あんな頑張って戦ったのに？いや、まあ結局やっつけるんですけどね。よっしゃ、行くぜ。スララ落とし！よしよしよし、オッケー。ほらほら、おる。あ、で、あれあれ。とりあえず、三姉妹は無視として。いや、あいつら多分定期的にね、フィールド上に現れては。では、なんかね、戦いを挑んでくる感じなんよね。よし。灯火やった火の玉じゃなくて、あと15個やって。このエリアだけ。これは捕まえとるやつよね、ヌメラ。多分。おそらく。あ、でも、進化系とかそういうのもあるんやとしたら、え、別にもうないか。
ないか。どの辺行く？モンジャラは？モルフォンとかおらんかな？進化系モルフォンよね。どこや？なんか光ってない？石かな？ん？どこ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 ？あ、あっちか。なるほど。オッケー。何その技。我慢的なやつ。吹雪吹雪。頑張れ。あっちに技を出させるな。イエーイ。お、終了。終了。あれ何？ああ、あれか。ナマズンやっけ。よし、戻りますかね。どこやった？これ？違うな。なんかまた新しい依頼がそこに。どっちやっけ？湿地ベースか。あ、おったおった。どうも。調べてきたよ。おう。アイラさん、湿地での大々大発生調査を終えたんだね。さすが。助っ人だよ。二度あることは三度ある、というだろ。群青の海岸はもちろん、他でも大々大発生が起きそうだし、海にも相談をしておいたんだよ。さて、意地を見せようか。群青の海岸でも、大々大発生の調査をするよ。ゴンヌ。ボンベは食い意地かな？木の実がもらえるもんね。でも全部道具箱に送られたよ。それにしても、バンジの実を食べた時のゴンベの反応ってなんだろうね。どうして大々大発生で集まるポケモンまでわかるんだろう。っていうか、わかったとしてどうやってそれをこっちに伝えようんやろ。そこが謎なんやけど。能力開花。どうだろうね。調査をしていくうちにその謎も解けるといいよね。ねえねえ、大々大発生だけど、私情報を入手したよ。何？さすが新時代の長だね。だって翡翠で起きている不思議な現象は気になるもの。それに何と言っても私とヨレネーは親友だもん。頼まれたらすぐに答えるから。ほう、いつの間に。お互い顔は知っていたけど、神話の祭りで深く話し合ったらすっかり意気投合したんだよね。席なことでね。まあいいことで、混合団真珠団関係なく改めて助け合おうとなってさ。それで群青の海岸を調べていたの。そしたら鈴木さんとガラナちゃんも謎の大量発生らしきものを見たって。ガラナちゃんって誰？鈴木さんと一緒におったやつかな。かい、あんたは大々大発生をどう考えている？ポケモンが集う現象だよね。パルキア様が現れたことで空間に何か変化が生じたのかも。あ、パルキアとディアルガや、今思い出した。ポケモンが増えれば質疑も豊かになっていいと思うけど。ただ手放して喜ぶのは早いかな。強いポケモンが集まるのは危険だからね。でも今のところ私は捕まえたことがないポケモンとか出てくるけん、ちょい楽しいよ。ガラナちゃんにも気をつけるよう伝えておくね。私は用事を終えたら寿村に戻るよ。だから次の調査の待ち合わせは寿村の表門でいいよね。サブ任務97、クレーンの湿地大々大発生の調査達成。